おはようございます。6月2日金曜日です。本日の水揚げ状況は少ないですね。やはりね、昨日風の影響で、まあ、ほとんど出れてないですね。かなり少ない出荷量になっております。はい、じゃあ見ていきましょう。チヌが少し、今日はチヌも少ないですよね。止めもんですかね、生かしておいたのか。これは胡椒代少しだけ、少ないと胡椒でもね、少しは値がするんじゃないでしょうかね。大きなハモが、まあハモもね結局出れてないから、しかし太いのこれすごいでかい。わあ、こんなん噛まれたら大変ですよ。はい、その他はね、手代が少しありますね。これも止めてたんでしょうかね。手代、手代、はい、活魚ですが、まあ活魚もね、何か生かしてたものが出てくるとは思うんですが、まあ、少ないですよね。まだ出荷前なんですが、少しだけ出てきそうですが、何が出るんでしょうかね。はい、こちらポツンと箱が 1.3 っていったとこですかね。まあまあの大きさ、いいね。はい、競り場ですが、もうこんな感じですね。本当にわずかに出荷されてるだけ、めちゃくちゃ少ないです。はい、タコが少しだけ、これは結構大きいんですけどね、まあ少ないから高いですよね、当然。はい、ヨナキと赤ニシ、夜泣きも赤西って呼ぶんですけど、こちらの方もね、通称赤西って呼びますよねどっちも赤西、西貝ですよね。はい、こちらに並んでるのも胡椒貝ですね。これも生かしてたんですかね。はい、こちらにもヘダイが少しと、キジメの天然ダイはわずかに、その後ろはチヌ、チヌも上の方だけかな。2段階がチヌで、あとは下は枝みたいですね。
高い。いや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 、こちら釣りの魚ですかね。アコウが、あれも締まりですけど、日本海側のアコウですね。はい、こちらはレンコだよ。あ、綺麗だねこれ。本当にわずかなんですが、ハモが。ああ、だけどもこれも生かしてた残りかな。ちょっと小ぶりですよね、全部小さいです。感じで今んとここんな感じなんですけど、まあこれ以上はね増えてくることがないような感じがします。まあとりあえずはね、水槽の方でもストックはできてますけど、いやー参りました。はい、送りの2ですが、金曜日、まあまあって感じですかね。はい、下関便です。おはよう。はい、こちらはイラですね。カトポッポ、うお大きいねこれ、でか。イラ、かわいいねこれ。ムキホタテ、柱ですね。こちらはウリ。綺麗だねこいつ。はい、これは松浦のカマスですね。めっちゃ鮮度いいですねこれ。ちょっと小ぶりですけど、開くにはちょうどいいかな。はい、今日はね、サメガレー入れてみました。いいね、 2.6 キロ久しぶりですね。はい、作ってみたいと思います。はい、入荷してます。こーら、でかい、3キロ超え、静岡釣り物やけど、これはあ、大きいね。いやいやの肩ももりってしとるし、これテラちゃん頑張り。はい、こちらは仙崎ですね。今日もイカだけは結構ありそうですね。ございます。あ、立派な浜だよねほら。
山。アマもね、今は結構くなりがいいですよね。こちら糸魚、綺麗だね、ほらキンキンだね。意外とね、内海側は風があったんやけど、外海側は出れてるみたいですね。何だろう、あ、てっちゃん、あ、これもうバラいかない？ありますよ、一個ちょうだい。はい、はい、ハギ、これでかいね、ハギのイサキ、おお立派な、でかそうなん。あいい次第が1個。そんなに多くはないですけどね。はい、今あ競り始まります。水魚はイシダイですね。はい、あ、今日の天台ならね、まだこっちの方がいいと思いました。はい、よっしゃ、まあ、とりあえずゲットできましたんでね、よかったです。はい、静岡の金目鯛、あまりにもやっぱ見栄えがいいんでね、買いました。 3.1キロ、あー楽しみですね。いいんじゃない。はい、それではね、競りも終わりましたんで戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げもほとんどなかったですね。うん、今週で一番少なかったんじゃないかな。まあ少ないのにね、多いも少ないもないんですけど、まあとりあえずはね、今日はあの地物っていうよりは、各地からね面白いものが入ってきましたんでね、はい、今日はねまた楽しい棚が作れるんじゃないかなと思います。まあ良かったですね。
まあでもね、週末にやっぱ魚がないとね、こうなんかやっぱテンションがね、なかなか上がらないですけどね。まあ仕方ないですね、天候だけはね、どうにしようもないです。はい、ということです。さあ週末です、金曜日、今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それじゃあね、戻って頑張りたいと思います。はい、金曜日の水揚げが少なかったですね。まあ本当地物ではね、少し刺身を買い足す程度っていう感じでしたんでね。まあでもしょうがないですよね、悪天候が続いております。はい、ただ日本海側の方はね、ぼちぼち、まあそんなにでもないけど、巻き網は出れてなかったのかな、味はなかったですね。まあイカなんかはね、上がってましたんでね、あちらの方がまだいいかもしれませんね。はい、ということですが、まあ今日はね、本当各地からね、面白いものが来てましたんでね、いいものが手に入りましたんで楽しみです。はい、しっかりね、さばいていきたいと思います。はい、皆さん、今日は金曜日、週末です。今日も一日しっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ今日も頑張るよ。こちらの茶色い建物が宇部警察署ですね。警察がね、すぐ近くにあります。まあ来られる際はね、この宇部警察署をね、目指して来てもらえると探しやすいかもしれません。本当にすぐ近くなんでね。はい、ということでお店到着です。さあちょっとね、もう今日も曇り、雨もパラパラなんですけど、しっかりね、作っていきたいと思います。はい、よいしょ。はーい、よいしょ。はい、おはようございます。おはようございます。はい、今日も頑張りましょう。
いいね。ちょっとね、骨だけ取るけ。今日はね、変わったね、おばあちゃんにも食べらしてあげたかったんやけどね、シャリとね、大葉をね、マグロで巻いてみました。普通はね、逆なんですけどね、ちょっとね、こんな感じにしてみましたよ、これ。ちょっと待ってね、切ってみようね。なるかな。マグロがメインなんだから小川ちゃん、明日もやろうか、これ一緒に。やっと言葉が出た。どんどん本番に食べるだけだけど、もしよかったらマグロ、ちゆきさんごめんね、名前出しちゃって、なんか気まずいよね、明日行かに行けるのかなって思うかもしれんけど、気にしないでください。今のお疲れ様でした。はい、本日は6月の2日、おはよう、あなたのパワーで元気になれる、かわいいねこの今日もね、今日はね、ラインナップにしようかな。明日小川ちゃん来るのでね、元気にコメント読んでもらいたいと思いますので、今日の夜ですかね、コメント入れておいてください。小川ちゃんよろしくね。ではラインナップいきます。おさみんち、よ
ワシのフライ用にカワハギ、お煮付けを、あとシジミ、キスゴにタチ、ヤリイカ、セツキアイに、アマダイに、キンメダイ、カニ、台湾ガザミです。レンチョウ、レンチョウ、ヤリイカ、アユなどなどあります。続きまして、お刺身ですね。はい、いっぱいあります。ホタテの貝柱のお刺身ね、本マグロ、バイガイ、シダイのお刺身に、シマアジ、生マグロ、すごい、これ美味しかったですよ。あとヒラメのお刺身に、アジのお刺身、ハモ、生ダイ養殖、ヒラメ天然、こちのお刺身に、タイの刺身、サーモンですね。はい、続きまして、お寿司、海鮮巻き、海鮮巻きに特選にぎり、はい、特選にぎり、ちょっと変わった、変わりだね。カッパ巻きとかね、ペッタ巻きに梅巻き、これもさっぱりしてね、いいですね。梅巻き、お手頃な感じです。握り寿司に、握り寿司、海鮮ちらし、海鮮コロコロ丼、これの重さを、値段もちょうどいいですね。ちらし全然と、マグロ丼、これ生マグロね、今日生なんでいいと思います。季節味味に、アナゴ、上巻き、バーブゼラ、こんな感じです。あ、じゃあ休憩中。 ありがとうございます。続きまして、お惣菜ですね。お魚ナマスに、ホタテ貝柱の照り焼き、ホッケの塩焼きに、クジラの竜田揚げ、天ぷらの盛り合わせ、エビとね、芋天とナスビと大葉とカニカマが入ってるかな。うどんがいいですね。うどんにトッピング、園長の煮付け、イカ串、手羽先、これなんかさ、衣にこれメレンゲをこうやってるから、なんかケンタッキーの生地みたいな感じで、これね、今日買ったので、でトースターかなんかでチンした方がいいかもしれないね、パリッと。ちょっとやってみたいと思いますとね、芋天買いました今日は。やっぱり芋天がいいかな。あとこれ美味しい三島おこで、明日はないですが、ないな、今日やったのでね。でも明日は赤ハゼがなんかプリンってしたのが出ると思います。梅、味の梅しそ包みフライに、タチウオの塩焼きと、タチウオの唐揚げとか出てます。今日卵焼き残ってます、珍しい。イワシのマリネに海鮮スープサラダ、カレーの唐揚げ、これは白身魚の香味だれ、これさっぱりして美味しいです。クジラの竜田揚げに貝のあら、これお母ちゃんよく買ってますね。で、スズキの煮付けもありましたね。あとカキフライに、エビフライに、カニカマ、天ぷら、エビチーズオーバーフライに、エビ天、エソの南蛮漬け、これペンペンしたやつをね、やってますね。うん、これ野菜ペンケ、これね、今日2個ぐらい食べました、試食で。大きいか、あ、これ食べてないのかな、違うのかな。はい、私の大好きもっちりチヂミです。
あとシンプルなちくわ磯辺揚げも大好きです。はい、こんな感じでね、以上となります。なんかこのバラがなくなったじゃん。では明日は小川ちゃんが来るのでお楽しみに。あら、今ね2時かな、2時、一家さんがまだ働いております。はい、ではまたお目にかかりましょう。あー、おやすみなさい、矢田様。